いだ。ついてこい、ルビー。おっ、孫権のおっちゃんには負けてられねえ。もっと強くなってみせる。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。6万を落とす。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ、ザクとは。ガンダム・バルバトスにならなかった。グフのままね。トゥルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム、グフめ。事実を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ少将さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。そこだ、邪魔をする。落ちろ。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。タンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるのよ。相手は青。ほう、思い切りのいいパイロットだな。手ごわい。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を怯えさせすくませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解、僕たちでやるしかないんだ。当てる。核を取ったか。しまった、捕らえた。これはどうだ。いや、あるな、ガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た、このグフのパイロット。もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの暴虐か。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだな、坊やみたいなのが。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、あれはガンダムエピオン。マスターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングポイント、6番目の男、ゼクス・マーキス2級特化だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出すシステムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う。この申し出を受けざるを得ない。ガンダムのパイロットとして。だからいい。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者に直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。このものがどうしてガンダムなんだ。いや、ガンダムだからこそ。そこか。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは
アトラ。三日月くん、さくら、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せたな、その力が。この G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私、今回はパイロットのプログラマーを連れてわけだ。ということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど。アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれわけだ。なんだこれ。データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは、君では閲覧できないということだ。行くぞ。切る。打ちます。逃がさん。頼むぞ。了解。まだやれるぞ。頼むのができるんだ。僕だって。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あの膝男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。作戦終了、協力感謝するよ。ザッ。